今日はトッポギとサイドメニューいっぱい出前注文しました。このね、今日注文したこのマフィアトッポギさん、トッポギも美味しそうなんですけど、サイドメニューがすごいんですよ。早速開けていきますね。パイナップルのクッキー入ってますね。あー嬉しい嬉しいけど、すごい溶けてる氷がカップに入ってはい、これがね、サイドメニューと、パンムジ、なんかお漬物みたいなやつ。で、トッポギですね、すごい、うわ量がすごいよ、これ。なんか、お箸とスプーンもいっぱいつけてくれてます。オープン。うわ、すっごい。こんなたくさん来た。思ったより量多いな。なんか、ユッキトッポギよりもちょっと多い気がする。なみなみ入ってます。はい、こんな感じです。どうかな。おー、チーズも、まだトロッとしてる。どうどう。わー、いい感じ。いい感じだ。あ、おでん。これね、トッポギとこのおでん、魚の練り物みたいなののね、バンバン半分ずつにしました。でね、トッポギとおでんで、美味しそう。あ、そうそう。あとね、このチュルンとしたタンミョン、タンミョンも追加しました。このツルツルの麺と、あとチーズとうずらの卵追加ですね。ウインナーとかも入ってます。美味しそう。で、これでタンムジ、普通に黄色いお漬物みたいなやつです。これこれ、サイドメニュー。うわ、乗り切るかな。待って、チーズボールがまず変わった形してる。なんかね、卵のフライ揚げ物もあって、多分これかな。で、チーズボールわからん。で、これがチーズスティックに、キムマリ、あの春雨を海苔で巻いたやつと、これがエビですね。で、こっちが、唐辛子揚げで、ここにね、あのお肉の揚げ餃子がいます。はい、準備できました。まず飲み物が、今日はサイダー、クルピスあるけどサイダー飲んじゃってね。美味しい。辛さを和らげるにはクルピスがいいんですけど、やっぱ冷たいね、サイダーが夏には合う。しかもね、今日はこれ辛さ選べるんですけど、一番甘いやつにしたんですよ。だからまあそんなにね、辛さないからいいかなと思って。はい、じゃあ食べていきます。いただきます。まずこれ、トッポギいくか。チーズいる？チーズは？チーズなんか中に入り込んじゃったか。これか。はい、あ、いますね。うわーやばいやばい。これこれ、これが美味しいんですよ。あー、はい。じゃあまずチーズとトッポギから。うん。おいしい。うん、トッポギもちもち。あ、辛さもちょうどいい。これトッポギソース、ここおいしい。うん。タンミョン、タンミョンとチーズとおでん。めちゃくちゃ美味しい。でもね、一番甘いやつ選んだと思えないぐらい結構辛いんだけど、美味しい美味しい。うん、最高だ。うん、これまたチーズもね、とろけるモッツァレラです。おいしい。やばい、美味しすぎて値段言うの忘れてた。まずね、ここのお店がマフィアトッポギっていうところで、おでんとトッポギを半分ずつのやつで甘い味付けにしました。ベースのトッポギがまず 12,400円 で、追加トッピングでうずらの卵 1,400円、タンミョン 2,400円、チーズ 3,400円、そしてこのサイドメニュー揚げ物がキムマリが1個 1,200円、120円、チーズボール1個 1,400円、エビフライ 1,500円
1500ウォン約150円、チーズスティック700ウォン約70円、唐辛子揚げ1000ウォン約100円、カルビマンドゥ揚げ700ウォン約70円、卵フライ1000ウォン約100円です。合計で25100ウォン約2510円です。ちなみに宅配料は1000円。そんな高くないわ。100円です。でもこれすごい量。いや、2000円超えたから結構来たな、トッポギでと思ったけど、量がすごい多い。わかるかな？私の顔がでっかくて、もしかしたら、トッポギの入れ物小さく見えるかもしれないですけど、めちゃくちゃ大容量ですごい重いです。で、しかもトッポギがプルンプルン。うわ、タンミョンついてきてる。これタンミョンもちもちつるつる、僕ねこの甘辛い味付けコチュジャンの美味しいです。やばい、もうすでにチーズが固まってきてる。チーズはね早めに食べなきゃダメですよ、これすぐ固まっちゃうんで。ほらまだとろりしてる。うん、おいしい。ちょっとこれ揚げ物食べなきゃ、どうしよう。定番のキムマリからいくか。これキムマリってね、もう本当にトッポギとはもう切っても切れない関係。春雨を海苔で巻いて揚げたやつです。トッポギとは相性抜群。こうやってトッポギのソースをかけて、おいしい。中が春雨、ちょっと人参とか野菜の角切りも入ってる、細切れ。おいしい。スープも一緒に飲みたい。ウインナーおいしい。やば、熱い、辛い。わあ、でもこれいいわ。夏にあえてこの熱々を食べるっていうね、あえて汗をかいて食べるこの熱々の美味しさ。サムゲタンもそうじゃないですか、あの鶏グツグツ煮込むやつ。おでんとトッポギ巻き。卵、うずらの卵です。熱っ。中の黄身が溶岩だ、溶岩、めちゃくちゃで。熱い。これあれですよ、あのチーズですよ。固まってる。あ、でも全然固まってない。食べたら柔らかい。おいしい。待って、これチーズボールかな、これ多分。ちょっとつけて。
チーズボール、おいしい、すっごいもちもち、マリ何これ、え、もうなんか甘い餅だ、甘い餅、ちょっと食べかけ苦手な方失礼します。これ間にねチーズ入ってます、おいしい、もちもち、なんだろうこの生地、普通のチーズボールよりもっともっちりしてる、うん、おいしい、しかもこれ1個おまけかな、1つしか頼んでないけど2つ切った、ちょっとこの流れでチーズスティックいこう、うん、チーズはちょっと固まっちゃったけど美味しい、もうサクサク、おでんがダブルおでん、タムジ忘れてた。美味しい、さっぱりする。あ、ウインナー、ウインナーありましたね、これ。うん、安定のピエンナ。もう汗だらっだら。うん、もっぱいやってる時はね、このクーラーをつけれない地獄、暑さ地獄。あ、すごいすごい。ほら、タンミョン、なんか少ないかなと思ったら、この下の方にいっぱい入ってた。うねってる。うねってる、このトッポギ。ステッキみたいになってますね。これ行こうか、これ唐辛子揚げ、これ100円安いですよね。これね、唐辛子の中にお肉とか春雨入れてるやつです。うん、ちょっと唐辛子の辛さがあって美味しい。もうこのチーズがブリンってある。これもうおでんを巻き込んでる。うん、あ、でもここのチーズね、こうやって固まるは固まるけど、なんか結構柔らかい、食べると柔らかいです、トロンってなる。これもちょっとまとまっちゃっただけみたいな。なんか変わった形のトッポギがいっぱい入ってる。多分あえてではないと思うんですけど、手作りかな。うん、ほら、白美味しい。
エビフ、お、顔が、エビフライさん、エビが顔ついたままだ。ちょっとこれ珍しいパターンじゃないかな。顔ついてる、目もしっかり。ちょっと怖いな、どうしよう。ちょっとこの部分を顔を失礼させてもらおう。あ、でもすごいしっかりとしたエビフライ。甘っ。あ、美味しい、これ。あ、エビもしっかり、身しっかりしてる。あ、ここのね、衣が甘い。なんだろう、ちょっと黄色い、しかも衣の部分なんか入れてるのかな。うんうん、熱いよ。揚げ餃子、肉揚げマンドゥです。うん、本当だ。お肉がね、カルビ、プルコギみたいな味付け、甘い、醤油の甘い味付けになってる。おいしい。固まったチーズ食べとこう、これ。なんかすごいボリューミーな卵残ってた。忘れてた。これ先に食べなきゃいけないやつ。うん。ゆで卵店です。チーズボール、最後。美味しい。これ、普通のチーズボールより好きかも。冷た。おいしい。熱い。めちゃくちゃ熱いよ。はい、トッポギ食べ終わりました。あとスープはもう熱くて飲めない、辛くて飲めない。いや、ていうかね、ここのスープ、トッポギ雑炊すごく美味しかったです。一番辛いのが5ぐらいまであったんですけど、あれとかやるとどうなっちゃうのっていうぐらい、この一番甘いやつがすでにもう結構辛かったです。でね、やっぱりここのトッポギ屋さんの特徴はサイドメニュー、これが1個ずつから注文できるっていうのがいいなって思いました。なんか普通こういうね、エビフライとか選ぶと3本セットとかね、だいたい何本か何個かセットになって買わなきゃいけないから、これ1個ずつ好きなのをね、全部選べて、すごくなんかお得感があってよかったです。私的にはね、やっぱりこの顔つきのエビフライとチーズボールが美味しかった。唐辛子揚げのこのやつは、まあ、100円だから安いんですけど、他よりも若干小さめっちゃ小さめでした。他のお店行くとこんなでっかいのとか出たりするんでね、まあ、よかったね。このお店すごく私は美味しかったです。じゃ、今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。